皆さんこんにちは。いつものお茶でもお酒の動画を提供する毎度おなじみ優待コープ代表といいましたとの三浦優也と申します。今日はですね、突然なんでここに来ております。そうですね、分かる人は分かると思うんですけれどもですね、六本木にいます。ここは六本木ヒルズなんですけれども、今日は、ね、こちらに行こうと思います。はい、特別展天空の鉄道物語とかから行こうと思います。でこれはどういうイベントかと言いますとです、簡単に言えば鉄道のイベントなんですね。昔は電車のヘッドマークとかもですって展示してましてね、あといろいろなんか写真とかも、あと座席とかもいろいろあるそうなので、これからちょっといろいろ覗いてみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずこちらからまずご覧ください。はい、はい、中入りました。これはここがなんかですね、天空の鉄道物語の説明ですね。簡単にありますね。あとオリンピックのなんか2020年のなんか説明を軽くあります。はい、これはですね、昔上野駅を改札を模したところになっておりますね。なんかいろいろ秋田とか高崎とか新潟は書いてありますけれども、ね、昔はですね、上野駅でもこのようなですね、行き先縦札をかけてですね、なんか案内をするというのが当時ありました。はい、こう周りを見渡すとですね、昔の上野駅の写真がこのように載ってますね。はい、昔の上野、今の上野と少し雰囲気が違うような感じがひしひしと伝わってきます。はい、はい、ここは国鉄時代のですね、ブースですね。はい、昭和62年、1987年の3月31日まで、国鉄があったわけでございますけれどもですね、ここに来るとですね、昔の寝台特急、はやぶさ、水尾、さくら、あかつき、富士といったですね、ヘッドマークです。昔本物が掲げありますね、やっぱり。平成2009年、平成21年までブルートレインは東京駅から発車から発がありました。はい。あとはですね、こう、いろいろ。桜かっていういろいろあるんですけれども、ここ見るとですね、あけぼの那覇とか日本海とかもありますね。はい、ちなみにこう乗ったことはですね、寝台特急のですね、赤月は乗ったことあります。はい、赤月もですね、本当に上野から出て本当にいい電車だったんですけれどもですね、落下してまた非常に悲しい限りでございます。はい、あとはいろいろ当時のブルートレインとか写真もあります。はい、ここはですね、一応急行東海有明カートレインとか向かって、これはブルートレインじゃない電車のですね、ヘッドマークもあります。これは全部なくなってしまいました。はい。有明は確かあったかな、確か。はい。あったんですよ。このカートレインとかも懐かしいんですけれどもですね。あ、これは昔の駅のですね、ハンコートですね。あと、切符を切る、機械ですね。機械というか道具ですね。はい。これは昔の硬券という、硬い切符をですね、このように展示してあります。国鉄時代の写真と、これはですか、駅名を見るとですね、なんか今の JR 四国のですね、駅名があります。で、おそらく四国から多分持っていったやつだと思われますね。はい。あと、これは電車のですね、部品。多分485系、途中のですね、前面についていたあの部品をですね、そのままつけていたやつだと思います。はい。なかなかこういう資料、本当貴重でございます。はい、これはですね、0系ですね。東海道新幹線の最小車両0系があります。1964年10月1日、当時の東京オリンピックの頃から走っております。はい。0系はですね、平成11年、1999年まで東海道新幹線走りましてですね、山陽新幹線では2008年、平成20年まで走ってました。はい、これは東海道0系のですね、登場をですね、説明を模した、映像付きですね、ありますね。はい。あとはこのようにですね、これはゼロ系の、作っているところを取りまして、俺はこれは部品ですね。はい。あとはこれで模型があります。12両あったのかな、確か。はい。当時の東海道新幹線は今、ジバは16両なんですけれどもね、できた当時は12両で走っておりました。はい。で、こう見るとですね、これは九州ですね。九州、中国、山陽、四国、大阪、関東、東北、北海道とですね、当時国鉄のですね、地図が載ってありますね。はい。あとはこれはゼロ系のどんどんスピードアップしてるんだよっていうのが、このようにですね、わかりやすく書かれております。はい、これはですね、ゼロ系の座席ですね。はい。これは普通車の座席ですね。はい。登場当時からのそのまま座席を持っていったわけでございますけれどもですね、これはですね、人工工学的にですね、座りやすくですね、研究して開発された座席となっております。これと同じ座席はですね、今の鉄道博物館のゼロ系と座ることができます。はい、その国鉄もですね、1987年、昭和62年の3月31日に亡くなってしまいました。はい。当時は僕は生まれてなかったんですけど、このように国鉄は変わりますとかって言ってですね、このようにポスターが貼られてましたね。今後こうやって頑張りますよっていうポスターが貼られましてですね、で、このようにですね、
4月1日から、JR はこう、JR が登場しますというのがありますね。JR 東、JR 北海道、JR 東、西、東海、四国、九州、JR 貨物といってですね、このようにですね、JR がですね、分割民営化されたのをですね、このようにですね、細かく、載っているわけでございます。これは当時のパンフレットですね。はい。各 JR 各社のですね、こういう、境界線、ここだよというのがですね、載ってますね。境界と、あと資料もこのようにですね、切符も発売されましてですね、はい。このように、JR はですね、また登場します。これからもよろしくお願いしますので、大々的で派手に宣伝しておりました。はい、これはですね、JR 発送後の各 JR 各社のヘッドマークですね。よろしく、こんにちは JR とかいろいろあるんですけれどもですね、いろいろ各鉄道会社ですね、いろいろなんかカラーバリエーションがとても豊富ですね。これその JR の各社のこういう色なんだよっていうのがよくわかります。はい、これはですね、各鉄道会社、 JR 北海道東といって各鉄道会社のその説明ですね、このエリアを維持上してますっていうのがですね、よく詳しく書かれております。このようにですね、今の JR っていう体制が確立をしました。はい、これはですね、一本列島と呼ばれますですね、1980年、昭和63年にですね、青函連絡船がですね、廃止されてですね、その後の青函トンネル、で、宇高連絡船が、これは青函連絡船の説明なんですけれどもですね、これ、青函連絡船のですね、説明なんですけれどもですね、これ、はい、青函トンネル開業した時のパンフレット、記念の切符とはこのように展示してあります。はい。このように、これは今の北海道新幹線ですね。今これ H5 系と ED79 なんですけれども、痴漢車で。今は北海道新幹線、関東内は北海道新幹線が走ってなくてですね、あと北海道新幹線と貨物列車が一緒に走っております。これは青函連絡船の、模型じゃねえや、パンフレットですね。資料がこのように保存してあります。で、このように見ていくとですね、いろいろパンフレットがありましてですね、これオレンジカードかな。はい。青函トンネルの開業があるので、このようにですね、ひちひちと伝わってくる資料でございます。はい。これはですね、NDAG モニュメントといいましてですね、丸円のに何か鉄道模型が入っていますね。はい。これは200系かな。で、これがなんだ？0系かこれ。0系とかいろんな電車がなんかぐる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 回ってですね、これ車輪を模してるんですかね。なかなかこれ JR 四国。で、これは多分 JR 中心の48の地方と日輪で使ってたやつだと思うんですけれども、このようにですね、これ貨物列車かな。いろいろなんか面白いなんか展示がされております。はい。鉄道イコール車輪というイメージですかね。はい、これはですね、寝台特急のトワイライトエクスプレスですね。平成元年から始まって、1989年から始まって、2015年まで走っておりました。これ浜那須ですね。これは青森から札幌まで走っていた夜行中古列車、僕も一回乗ったことあります。これも本当にいい列車でした。で、こう、いちいち歩いていきますとですね、なんかここにもいろいろ、寝台特急の変貌ですね。昭和33年、1958年、朝風が出ましてですね、2015年、北斗線の廃止まで約、60年 ?61 年ぐらいが、そのぐらい、57年ですね、そのぐらい走っておりました。で、これ北斗線ですね、はい。北斗線がですね、ありましてですね、これ北斗線ヘッドマークですね、はい。で、これ北斗線があって、北斗線も一回乗ったことあるんですけれどもですね、これ本当フランスよりも本当美味しかったですね。はい、これはカシオペアのヘッドマークです。カシオペアですね、実は今のカシオペア地方として、このヘッドマーク自体今も残ってるんですね。車両としては今ありますね。今の JR 東のクルーズ電車として今残っている状態でございます。はい、これはですね、JR のですね、サービスの説明でございます。オレンジカードから始まりまして、ね、今はですね、スイカとかあって、あとモバイルスイカとかも登場して、こういうで JR はこのようになんかそういうサービスを進化しましたよっていうのをですね、年代ごとに説明しております。今はスイカはですね、鉄道乗車券だけではなく生活のですね、なくてはならないカードの一枚になっております。もちろんそのコンビニでも使えます、飲食店でも使えるしね、もうキャッシュレスのもう最先端という今イメージがあります。これは各鉄道会社のそのサービスですね、やっぱり座席はこうなった、案内掲示板はこのように進化しましたっていうのがですね、詳しく書かれておりますね。これは本当に鉄なくてはならない存在ですね。はい、これはですね、寝台特急のですね、トワイライトエクスプレスですね、モックアップなんですね。本当に本物によく充実によく出ておりましてですね、僕はトワイライトエクスプレス一回も乗ったことなくてですね、ちょっとなくなってしまいましたね。はい、これはですね、昔そのトワイライトエクスプレスの
一番豪華なロイヤルをですね、模した座席となっておりますね。まあ、本当によく似てますね。で、これはですね、制服ですね。これ昔はトワイライトエクスプレスのですね、制服をですね、まああるんですけれどもですね、まあ、独自の制服を使って、これはなぜかトワイライトエクスプレスの糸井川のなんか、行き先はなぜかあるんですけれどもですね、はい、これはですね、昔のその、食堂車の様子です。このようにですね、トワイライトエクスプレスでね、こういう豪華なところでご飯をできたところでございます。はい。僕も一回も乗らずに乗ってしまったかったんですけれどもですね、本当に一回乗ってみたかったと思っております。はい。だからフランス料理とかもいろいろ提供されていましたね。なんかトワイライトで昼と夜と朝3食出たらしいんですね。唯一の3食で出てきた神社列車でございます。で、これはですね、糸魚川のなんか、ものを使ってなんか作りました説明があるんですよね。で、この展示物はこの2020年の3月25日までそのここやってるんですけれども、それ以降はですね、なんかその糸魚川のあの、鉄道の施設にですね、なんか保存されてですね、なんとこのモックアップそのものがですね、また作られてですね、ここでなんかご飯を食べられるっていうですね、企画をなんか考えてるらしいんですね。ぜひそれができたら出て、これぜひともですね、また見に行ってみようと、まあ、ちょっと思っておりますね。なかなかトワイライトエクスプレスこのような形でなんかまあ復活ってじゃないんですけれどもですね、変わった形で見られるととてもなんかその嬉しい感じでございます。これは制服です。これはですね、新幹線の制服ですね。JR 北海道、東、東海、西、九州とあるんですけれどもですね、なぜか JR 東の白っぽい制服を使っておりますね。はい。これは確か今でも着ているのかな。僕は新幹線の時に車掌さんとか、運転手を見るんですけど、このような制服となっております。これは全鉄道会社のですね、まあ制服ですね。はい。このようになっておりますね。はい。貨物からいろいろ、JR 貨物から始まって、3、4、5、6、7つのその鉄道会社の制服がこのように忠実に再現しております。はい。ちなみに JR 東日本の制服は、ね、2020年の5月にですね、制服が少し一新されます。はい。僕は今の制服の方がかっこいいと思うんですけどですね、まあいろいろオリンピックを見据えてですね、まあイメージアップをするのが目的でございます。はい、これはですね、2027年についてリニアモーターカーが開業するんですよ。東京から名古屋でしたっけ？最速40分で進め、それを説明ですね。はい、リニアができるところ、まあこのようになんか生活圏はこう変わるんだよっていうのが、ね、書かれておりますね。はい。今のリニアモーターカーはですね、なんか静岡あたりに今なんか、大井川の水曜日でちょっと静岡県と揉めているんですけれどもですね、2027年の開業はどうなのか、ちょっと今不安なところなんですけれどもですね。はい、これはリニア L0系。これリニアモーター開業、この車両が走る予定でございます。はい。確か500キロ以上飛ばす、まあ電車ということでですね、まあ楽しみでございます。ちなみに2027年はですね、僕は39歳になっております。はい、これはですね、三陸鉄道の写真展かな、まあ、そんな感じですね。三陸鉄道はですね、2011年3月11日、東日本大震災で多大な被害を受けました。なんですけれどもですね、2019年、今年のですね、3月にですね、まあ、北リアス線とかも開業しましてですね、このように再開をしてですね、その開業の様子をですね、描いてる様子をまあ、書いてるので、まあ、撮ってるわけでございます。なかなかですね、リアルタイムに伝わってですね、とてもなんかいい写真集っていうか、その、活性がなんか写真からも伝わってくる感じ、ひしひしと伝わってきます。はい。まあ僕もちょっと三陸鉄道乗ったことないんですけどですね、まあいずれかはですね、まあ観光としてですね、ちょっと乗ってみたいなとちょっとまあ考えております。はい。はい、これは別のフロアですね。これはですね、まあ蒸気機関車を模してやったんですけど、とてもなんかよくできた。SL になっておりますね。これなんか昔の新橋か横浜イメージしたなんか蒸気感じです。これ似てる感じがします。よくできております。はい、ただいま終了しました。なんかとてもですね、六本木ヒルズと思いながらとても充実した展示物になっておりましたね。鉄道マニアだったら絶対一度は行くべきだと思いますね。はい、この大鉄道展はですね、来年の3月25日までやりますのでですね、ぜひ鉄道ファンの皆さんぜひお越しいただければ幸いでございます。はい。雄大コープの三浦でした。ご聴取誠にありがとうございました。はい。